はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるぽぽです。はい、今回はですね、今千葉県の方に来ておりまして、ちょっと友人とね、待ち合わせをしてるんですね。うん。で、ちょっと友人の方がね、車両の方を購入したっていうことで、今日はそちらの方を紹介したいと思います。もう多分来ると思うんですけどね。はい、ちょっと待ちます。なんかすごいのが入ってきたな。何あれ？トランスフォーマーみたいな。どういうこと？ちょっとなんか見覚えのある感じなのでちょっと行ってきますっていうかなんか友人です。あ、こんにちは。ありがとうございます。いやいや、どうぞ。ようこそ。そうそう、やばいっすねこれ。いやいやいや、もうちょっと買ってしまいました。マジですか？すごっ。ああ、こうちょっと家買えちゃうぐらい、まあ、はい、そうですよね。はい、はい、まあ、今日はね、これからちょっとトレーラー購入されたということで紹介していただこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの K-WORKS のですね、トレールワークス520の方を、まあ、友人のね、大津さんが購入されたので、ちょっとご紹介していただこうと思います。で、大津さんの方ね、先ほどあのトレーラーで来られてる、トレーラートラクターで来られてちょっとびっくりしたんですけど、実はですね、大津ファームっていうね、すごく大きなあの農場経営をされてて、はい、まあ、それでね、あの巨大なトラクターでね、はい、来ていただきました。初めて動いてるの見たんでちょっとびっくりしたんですけど、はい、ということでちょっとトレーラーの方はもうずっと僕も興味があって、実際なかなかね、使ってる方のトレーラーを見ることもないですし、まあ、ぜひね、納車されたら、まあ、見せてほしいということで、でトレーラーね、キャンピングカー乗られてる方結構興味のある方も多いと思うので、ちょっとね、大津さんの方にちょっとご紹介していただこうと思ってカメラを回します。ということでね、ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、こちら K-WORKS さんのトレイルワークス520の、ご紹介の方を大津さんの方にしてもらおうと思います。はい、はい、お願いします。はい、外回りからですね。はい、はい、こっちがインプット100ボルト、はい、外部電源電源ですね。はい、で、あとこっちが2つ、あとこちらがあのアウトプットですね、あのコンセント100ボルト2個、あの外で使えるようになってます。はい、まあ、便利ですね。便利ですね。はい、外でホットプレートとか、なんか最近電気毛布、掛け毛布をこう、そうですね、かけてね、キャンプする人とかこたつ出したりしてる人もいますよね。そうですね、いますからね。はい、で、K-WORKS さん、まあ後でご紹介しますけど、あの中も結構コンセントいろんなところにつけてくれてるんで、結構電気にはこだわられている感じですね。はい、コンセント多いとすごい助かりますよね。そうですね、お家でもね、少なくて足らねえって思う時ありますもんね。そうですね、結構こ、はい、コンセントがいろんなところについてるんで、またそれはね、そうですね、中の方で、はい、お願いします。ご紹介したいと思います。はい、とここに、はい、あの足が出ます。あ、足が出るんですよ。はい、へえ。あの、まあ、キャンピングカーもそうですけど、中で人が動くと揺れるじゃないですか。はい、ああ、なるほど。はい、なんで、まあ、こういう足が、あの、うん、4つ出ます。あ、4つ出るんですか。はい、で、まあ、これでこんな感じで足が出る感じですね。なるほど。はい、なんで、まあ、結構、はい、あのちょっと安定感というか。そうですよね。あと傾斜のあれも、はい、まあ、これであの調整というか。そうですね、寝るときちょっとね、斜めってたりすると、はいはいはい、なんかちょっと気持ち悪い人もいると思うんで、それもまああるんで、いいですね。結構トレーラーはみんなこれがついてる、当たり前についてるんですね。へー、なるほど。こんな感じで、まあ、うちの場合はあのマキタで出すようにしてます。はいはいはい、なるほど。はい、で次がですね、はい、あのエアコンの室外機ですね。はい、はい、あの結構あのシャープの、そうですね、はい、プラズマクラスター、プラズマクラスターがちょっと
花粉症なんで、はい、あ、なるほど。ちょっとこれがいいってことで、あの、うん、普通のオプションではなくてちょっと はい、この機種がいいってつけれますかって言って言ったら、あの、心よく大丈夫ですっていうことで。なるほどなるほど、はい、なんかちょっと大きいからいいやつがついてる感じあの本当はカバーつけたかったんですけど、はい、オプションのかっこいいあのカバーあったんですけど、あ、そうなんですね。あの結構あのちょっとでかくて入らないってことで、まあ、確かにごめんなさいって言われちゃったんですけど、はい、そんな感じで見た目よりも能力という、ね、能力ですね。めちゃくちゃ温まるし、あの冷えるん で、 あ、で、 いいで、ね、プラズマクラスターがちょっと花粉症なんで、はい、そうですね、もうそろそろ花粉出てきてますもんね。そうですね、はい、なんでちょっとあのちょっとシャープさんの方にしてもらいました。はい、はい、で次が、まあ、あのトレーラーのあのこの車輪ですね。あ、止めてる、はい、あの止めたり切り離したりするときはこの足をぐるぐる出して、あ、なるほどなるほど、あの走るときはまあこれを上げて、うん、あの収納しておくという形で、なるほど、はい、であとこっちが あれですね、電気、前の車から、はいはいはい、あの電気とかブレーキとか、はい、あのですね、あのウインカーとかそういうもの、透過類の電気になってます。なるほど。で、あと、走行充電もあの ここから入るように一応なってます。あ、そうなんですね、はい、でこっちがあの、まあ、あのカメラ線ですね、はい、トレーラーの後ろについてます。あ、なるほど、はい、すごいね、そういうのもちゃんとあるんですね。やっぱり意外とでかいんで後ろ見えた方がいいっていうのとちょっとバッグの時にやっぱ後ろ見えないと怖いので、確かに、はい、ちょっとまあそれもオプションで付けてもらいました。うん、はい、であとこれがですね、あの、まあ、あの作ってるのが、はい、国産ではあるんですけど、はい、あのシャーシがヨーロッパのアルコっていうシャーシ使ってるんですね。あ、なるほど。で、まあ、こうサビに強いようにこうシルバー の、うん、あの亜鉛メッキされてて、はい、サビないように作られてます。で、まあ、結構ドイツで、うん、なんか6割だかすごいシェア持ってるシャーシで、まあ、引っ張った感じもすごい、安定感あってすごい良かった感じですね、うん、で、まあ、あとここ蛇腹のところが多分完成ブレーキの、うーん、ちょっと詳しくないですけど、なるほど、はい、なんか多分完成ブレーキのあれだと思います。こうなんかグッてこうブレーキをした時にこうそこでこう、そうですね、あれなんですか、調整してくれるというか、そうですね、なんかまあ干渉をこう、そうですね、あの後ろもあの一応ブレーキかかるように、うん、あのなってますね。なるほど。で、あとここがヒッチメンバー の、 あのこうボールが、あー、よく、ね、見かけますね。そうですね、はい、それのロックなんですけど、まあ、ここで普通ロックで終わりなんですけど、はい、まあ、オプションであのこのスタビライザーっていうのをもうこうこれを下げるとガチンともっとはまって、はい、あ、なるほど、まあ、走ってる時も安定感やっぱこっちで出るってことで、これもオプションでつけてもらいました。僕らも普段こうトレーラーにこう関わることがほぼないので、こういうのを見るとすごい新鮮というか分かんないですよね。分かんないですよね。多分こうね、いつも使われたりしてるんでこう何が必要っていうのが分かりますけど、す、ね、僕ら多分言われるがまま、そうですね、そうそうそう、あの安心して走りたいのもあって、うん、まあ、これやっぱりあった方がいいよっていうんで、うん、あのこれつけたんですけど、まあ、かなりなんかこれがっちりなんかダブルで止まってるって形で、はい、安心ですよね。安心ですね。で、普通、まあ、ボールのところにちょっと油刺すんですけど、はい、これをつけるときはなぜかなんかいらないんですか、油刺さないでくれって、逆にいらないんですね。そうですね、だからあのすごいなんかギーって音しますね。あ、そうなんですねなんか油が塗られてない、塗られてないんで、あ、でも手間がその分ないからそれはいいですよ ね、 すね、けどまあ塗らないでくれっていうんで、まあ塗ってはないんですけど、はい、まあ一応すごい音をするのはちょっとあれなんですけど、これあると安心なんでなるほど、はい、やっぱりね、ボールがあれしてあの連結してるんで、はい、あのちょっとそこら辺はやっぱりここ重要なのかなと思って、うん、そうですね、つけてもらいました。それ取れたらね、後ろ気がついたらないっていうことになるんですか。そうですねびっくりしてなかったよ、走ってっちゃっても困るんであれ家に置いてきてるみたいなもう車もね、やっぱり
こう外れちゃったらぶつかっちゃうじゃないですか。そうですね、確かにそういうのがあって、まあ、一応ここも重要っていうところと、うん、重要ですよね。まあ、あとこれ非常ブレーキですね。ああの ここ今ブレーキかかってるんですけど、はい、あのまあ、これもヒッチメンバーの方にガチャンってはめて、はい、まあ、万が一 こっちが外れた場合にこのワイヤーがこうガチンと引っ張られると、うん、あのこのブレーキがかかるような安全設計になってるみたいですね。はい、まあ、一応ここら辺 こっちは標準ですね。で、はい、これがオプションって感じで、はい、なってます。なるほど、はいはい、あとテレビのアンテナ、これすごい変わった形でそうです ね、ちょっと意外と楽天かなんかに出てて、はい、評価高かったんですよね、うん、でビルダーさんのオプションにあるやつよりちょっとこっちの方が見た目ちょっと面白いなと思ってつけてもらいました。そうですね、で意外とこれ映りも良くて、うん、結構地方行ってもこの間も旅行行ってきたんですけど、はい、結構映りました。あー、なるほど。 K-WORKS さんの方でもはい、これめちゃめちゃ映りがいいんでちょっと真似させてもらいますって言ってました。ああ、そう、ビルダーさんが真似するってよっぽどですよね。で、まあ、当然つけたことがないので、うん、まあ、どこにつけますかっていうことと、はい、まあ、あとちょっとこのステンレスなんか めちゃめちゃなんか綺麗に作ってくれて、はい、しっかりいい感じですよね。なんかいい感じで、そう、でもトレーラーとこう一体になってるんで 色もそうですけど、そうですね、なんかおしゃれな感じやから、もうそれこそ本当に K-WORKS さんがオリジナルでつけたんかなと思ってて、ね、そうですよね、うん、でも電波もねよりいいんやったらいいですよね。そうですね、キャンピングカーのアンテナって結構なんか電波が悪いってやっぱ言われてるんで。そうですね、多分それ聞いてたんでなんかいいのないかなって思ってて、うん、まあ、たまたまこれいいんじゃないかってことで、はあ、ちょっと選んでつけてもらえるかっていう話をしたら、それも快くじゃあなんとかやってみますってことでやってもらいました。結構お高いんですか、このアンテナ自体は。アンテナ自体は3万ぐらいです。あ、3万ぐらいですか。そしたらそんなに高くない。そんな高くないですね。ただちょっとこっちの取り付けの方がね、やっぱり中のフレームと多分溶接してんのかわかんないんですけど、はい、結構元の方からがっちりつけてもらってても、うん、なんかペラペラかなと思ったらこう車体が揺れるくらい、あ、そうです、ね、しっかりついてるんで、うん、いいなっていうところで、なるほど、つけてもらいました。はい、はい、まあ、でもテレビ好きな人だったらね、検討した方がいいですよ ね、 やっぱりね旅行先行ってもテレビ見たい人もいると思うんで、もうドラマとかは ね、 ね、毎週絶対みたいなね、なんかこう、ね、オンタイムで見たい人とかはやっぱり見たいと思うんで、はいはいはい、ちょっとこれもちょっとつけてもらいました。はい、はい、でもまあ、あとアクリルの二重窓、まあ、オプションで1個、はい、標準は1個ついてるんですけど、あ、そうなんですね、はい、もう1個あった方がいいかなってところで、あ、追加で付けはったんですね。はい、追加で付けてもらいました。なるほど、なるほど、はい、でまあ、あとバックドアですね。そうですね、はい、これがすごい特徴的というか。そうですね、ですよね。で、まあ、一応これでこういう形ですね。なるほど、なるほど。なんかあれですよね、展示ね、はい、キャンピングカーショーで K-WORKS さんが展示してるのってね、これなんかここにバイクを積んでみたいなイメージですけど、本当にバイクだけじゃなくて自転車とか、あ、そうですよね、まあ、電動バイクとかもなんか最近なんかね、かなんか出先で乗りたいって人いるんで、はい、結構そういうのがシーカヤックとか、ね、そうですね、サップとかもそうですけど、そうですね、もう下もまあ防水のね、はい、すればそういうのもなんかカヤック的なのも積む気になれば積めるかなってところで、そうですよね。でもこのアルミのしまい板、はい、買ってあってめちゃくちゃもうちゃんとしてて、はい、すごい頑丈なんかもう見ててわかりますもん、ね、めちゃくちゃ頑丈です、ね、で結構こう指で上がっちゃうぐらい軽くしてるっていうのも、まあ、ここにスプリングが入ってて、あ、はい、トラックの煽り、脇の煽りとかに使うやつと同じものがついてて完全業務用のやつ。そうですね。でもこういうヒンジなんかも結構ステンレスの本当トラックの、はい、ヒンジと同じやつを使ってもって、もうめちゃくちゃ頑丈です。まあ、そんな形 で、ね、でも普段使いするのもこんだけ開いたら後ろから結構荷物の出し入れしたりするのも楽ですよ。そうですね、はい、まあ
自分はあんま乗んないんですけどこうガチガチ乗んないんですけど、はい、まあちょっとここに荷物とか入れが本当にしやすくて、はいはいはい、結構キャンピングカーって収納部分のね、あの、まあ、ボーダーバンクスはまだ、うんね、広い方ですけど、あのドアというか扉が狭くて、ね、実際入れるのに苦労したりするんで、そうですね、だから結構こっちも間口が広いんで結構でっかいものが入れられるかなってところ、なるほど、あとまああの後でまたご紹介しますけど、ここもちょっと実はあの標準ではないんですけど、はい、あオプションなんですね、オプションでベッドを、はい、あの本当はここない、あなるほど、増設してる感じですね、増設してもらいました、あ結構、まあ、ちょっとここのスペースもいいなと、はい、まあ、床もめちゃくちゃなんかかっこいい重厚感でいいかなっていう、うん、このタイプと、はい、この上に上がる跳ね上げタイプ、あなるほど、まあ、ちょっと扉が違うみたいなんですけど、あそうなんですね、はい、上に上がるタイプよりちょっと自分の方がこれかっこいいなと思って、確かに確かに、まあ、一応今のところ乗せるつもりはないんですけど、うん、ちょっとこれいいなと思ってこれにしました、なるほど、はい、ではあとカメラがここに、あなるほど、はい、さっきのカメラを、ね、あのここについてる感じですね、うん、カメラ重要ですもんね、いや結構ないとね、ボーダーもそうですけどないと結構そうなんですよね、こういう形になってて、まあ、あとここで鍵閉めて、あなるほど、そうですね、はい、普段は開かないように、普段は開かないようにしてます、はい、まあ、あと520なんでナンバーもね、トレールワークス520の520ですね、そうです、はいはい、こんな感じ、はい、見かけたらぜひお声掛けを、はい、いいんかな分からへんけどエントランスですね、はい、であとステップがここに数輪のステップがついてて、ここにボタンがあるんですけど、ボタンをこう、はい、なるほど、引っ張ってあのステップが出てきます、はい、ステップ絶対いいですよね、ないと意外とやっぱ一歩、そうなんですよ、そうなんですよね、あのわずかなんですけどやっぱあった方がいいんで、うん、これも標準でついてます、あそうなんですね、はい、標準なんですね、はい、で扉が、はい、結構ここもアルミで作ってて、なるほど、はい、こだわりがすごいですね、そうですね、なんか結構自社で作ってるような、そんなような感じで言ってました、ね、なんかおしゃれな感じですもんね、そうですね、で、まあ、外板も一応、はい、あのアルミでできてるみたいなので、うんうんうん、でレトロアメリカンな、はい、なんかお家もこういうね外壁にされる方は最近めっちゃ多いですもんね、そうですね、はい、でなんかあの去年からですかね、うん、去年のモデルからこの折りのちょっとこう目が変わってて新しいタイプで、はい、この目が細かいタイプが、はい、はい、あの外装になったっていうところで、うん、そうそう、去年からねこのタイプのトレーラーをこう K-WAX さんのねあのキャンピングカーショー行ったらブースで展示されるようになって、結構みんなやっぱり目引いて、ね、そうですね、人だかりができてたんで、そうですね、で、はい、自分もあのジャパンキャンピングカーショー去年の、うん、はい、あの2022の最終日に契約してそうですねあの丸パパもあのちょっと付き合ってもらったんですけど、まさかすると思わなかったえマジでみたいな、まあ、あのちょっとやっぱ見たら欲しくなっちゃって、 そうですね、その最終日の前日に一回見に行って欲しいなって言って、うん、ちょっとかみさんとちょっと欲しいんだけどっていう家族会議じゃないですか、はい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 、お願いをだいぶして最終日になんとか、そうですね、もう詰め込んだというかそんな感じでした勢いで、いや勢いで、そうなんです、でも勢いでいかんと買えないですからね、いや買えないですね、もうそうなんです、もうなんかまあキャンピングカー買う時のあの、はい、あの男性の側のあるあるじゃないかなっていうところで、そうそうそうですね、はい、そんな感じでもう最終日に契約してきました、はい、はい、まあ、あと扉のところにあの網戸がついてて、うん、夏場はやっぱり必要ですよね、はい、はい、まあ、あと窓ついてるんですけど、うん、目隠し入ってます、はい、はい、じゃあ中、はい、はい、はい、では室内の方お願いします。一応電気類ですね、はい、はい、でまあ室内灯があの、はい、スポットとあと、
はい、蛍光灯みたいなあの LED が、あ、なるほど、 白いやつですね、はい、これがついてます、はい、あとこれマックスファンですね、あ、マックスファン、ベンチレーターですね、はいはい、マックスファンと、はい、あと水道をここについてるんですけど、ここの水道のやつですね、はいはい、あと電源っていうのがあのここの電源ですかね、あ、そうなんですね、 USB もついてて 12V のシガーライトもあります、はい、で、これとあと冷蔵庫ですね、うん、なるほど、冷蔵庫が、あの、まあ、こういう形でついてます、はい、うん、すっきり収まってますね、そうですねまあ一応ここもアイス、冷凍アイスクリーム、はい、アイスクリームを、はい、夏は必要ですか、ね、必要ですね、はいこういった形でついてます、はい、あと電子レンジですね、うん、電子レンジも結構、電子レンジも使えますよね、やっぱないともうマストアイテムなんですよね、うん、はい、まあ、あとちょっとした収納が、あの、あ、なるほど、はい、いいですね、小物とか入れる、小物が、そうですね、はい、あとここが、うん、あの下駄箱とか、下駄箱ですね、はいはいはい、ちょっとそんなに広くないんですけど、うん、はい、ついてる形で、こっちがあの水道のタンクですね、タンク10リッターぐらいですかね、はい、そうですね、で、あ、で、まあ、これ給排水、ここ2個入ってる形で、まあ、うちあんま使わないんで、はい、空にしちゃっても、うん、形で、はい、っていう形ですね、あとテレビが、テレビでかくないですかこれいや、ね、まあ、アンテナもこだわったわけじゃないんですけど、まあ、あの確かに40までつけれるってことで、あ、なるほど、Kワークスさんの方で、もう40インチなんかついたらもう家ですよ、そうですねもう40つけれんなら40つけてやろうじゃないかっていうところで、あ、なるほど、一応あのこういう形で、うん、確かにつけてもらいました、はい、壁の、はい、壁掛けで、壁掛けですっきりしてますね、そうですね、うん、で、まあ標準はここにあのガラス蓋がこう、はい、あるんですけど、テレビがでかいっていうことで、あ、なるほど蓋を作ってもらいました、うん、なるほど、はい、で、あと、はい、シャープのエアコンですね、エアコン、こだわりのエアコン、こだわりの、はい、あの結構あの物見ないで買っちゃったんで、はい、だいぶでかい、だいぶでかい、あの結構もうこんな感じでちょっと手前に出すぎじゃねえかっていうところで、いや、ほんまに家用ですよ、家用です、なんかセンサーみたいなやつついてますもんね、いや、そうなんですよ、いや、こんなエアコンついてるキャンピングカーはまず見たことないですもんねそうですね、そう、結構こういう形でエアコンもついてて、うん、はい、まあ結構そんな、もう家具もおしゃれじゃないですかね、はい、そうですねもう作りがすごく、はい、うん、おしゃれ、小口のところもねちょっとおしゃれなデザインの感じになってます、ね、そうですね、うん、でもやっぱりあの結構家具のセンスっていうのもなんかやっぱ皆さん、はい、まあ、重要ですよね、重要ですよね、うん、結構自分は暗い色が、はい、シックな感じが、そうですね、好きだったんで、うん、でもキャンピングカーショー行ってもこれしかないなっていう感じで、うん、まあ、あの皆さんもあの、ね、あのマルパパの動画見てもらって分かると思うんですけど、はい、ボーダーじゃないですか、はいはいはい、そうですね、あのちょっとボーダーに別に対抗しようってわけじゃないんですけどあの目立って広く使えていいのって言ったらやっぱり、うん、あのトレーラーがいいんじゃないかってことで、あ、なるほど、はい、もうなんか、まあ、自分は買ってよかったかなっていう感じですね、うん、そうですね、はい、その、はい、レノジーのバッテリーの、そうですね、あれですよね、バッテリーの残量計、うん、一応今170 の、はい、あのなんかバッテリーかな、バッテリーリチウムですね、リチウムですね、はい、あの入ってて、はい、まあ、一応ちょっとあのもうバッテリー今ちょっとあの注文してるんですけど600になるほど、増設するわけですね、増設しようってことで、もう600あったらもう無敵ですよね、そうですねもうちょっとやっぱり、うん、あの電気は重要です、重要じゃないですか、確かに重要ですね、そうなんです、うん、で、まあ、あとこういうところにもあの、はい、コンセントがあって、ね、こっちももうテレビの、あ、そうですね、はい、
で、うん、まあ ここもテレビ使っちゃってるんですけど、はい、でブースターまだ止めてないんですけど、なるほど、テレビのね、そうです、これつけるだけでめちゃくちゃ映ってくれて、あ、映りが良くなります、まあ、めちゃくちゃいいですね、うん、あとここにも縦に、はい、2個あ、コンセントがあるんですか、はい、コンセント、へー、はい、なるほど、結構だから使いますよね、ギャレーのところって、はいはいはい、そうですね、なんかこういうところを結構ちゃんとしてくれてまして、はい、なるほど、はい、そんな感じですね、はい、はい、あとそこはマルチルームになるんですか、ね、そうですね、こんな形で、あ、なるほど、ポータブルトイレと、はい、ポータブルトイレですね、まあ、お着替えもできるし、そうですね、トイレとしても使える、荷物置きとか、まあ、上にね、ああやってハンガーかけられてるんで、ね、そうですね、洋服かけたりとか、そうです、そうです、はい、うちのもは同じようなハンガーかかってるんでそう、中も服だらけですよね、そうですよね、まあ、あとこっちにも一応つけたんですけど、はい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 、あと夜ってこう、ね、トイレしたくなっちゃって、はい、やっぱり全部つけると明るすぎちゃうんで、ここにベアボンズのあのランタンを、あ、なるほど、さ、下げれるように、なるほど、はい、そういうことですね、そう、それもあってそこにちょっと、なるほど、かけるようにしてます、はい、まあ、一応簡易のトイレなんですけど、まあそれで十分かなってところで、うん、まあそうですね、はい、もうタンクとかをこれ積んでないんで、はい、まあ、ちょっとお願いすればできるかもしれないんですけど、確かに、はい、僕も一人の時はほとんどトイレついてますけど、はい、使わないですか、ね、まあ普通なるべく使わないで済むようにしたいですよね、まあ女子がいるとどうしても使えますよね、そうですね、そこは、はい、そういった形ですね、はい、はい、あとここテーブルになってるんですけど、はい、テーブルも取れます、うん、まあうちはもうここ常設にして、あ、そうですよね、はい、まあ、後ろベッドになってるから取る必要ないですよね、そうですね、まあ、一番いいパターンですよねめんどくさいじゃないですか、もうあとここもベッド展開できるんですけど、うん、まあ見ての通り結構広いので、そうですね、はい、まあ、先ほども言ってたみたいに一番後ろのあの茶色い毛布のところって増設というか、そうです、ね、されてるんで、もともとはないんですもんね、あそこは、もともとないんですよ、はい、であとここのちょっと物入れに置いてるんですけど、はい、上の部分ですね、ここもベッド展開でできるんで、あ、二段ベッドになる感じですもんね、そうです、そうです、なんでまあ後ろなくてもうん、このタイプのやつだと、はい、222で6人、うん、はい、就寝できるようになってます、はい、うん、結構広くないですか、確かにだいぶ広いですよね、はい、うん、結構、はい、実際まあ6人で寝るってなってもね、その家族構成が6人じゃないと6人で寝ることってあんまりないですもんね、だけどまあうちはそんなねそこまで寝ないんですけど、とにかく広く使いたいなって、うん、そうですね、はい、いやでもこのダイネットの部分、まあ、ベッドにできるっていうのもそうなんですけど、その状態でずっと使ってられるっていうのがやっぱり一番楽ですよね、そうですよね、はい、でもここも本当にお客さん来たらここで、うん、ちょっと喋ったり、ね、まあ、喋ったりできるし、お酒飲んだりとかね、そうなんです、はい、でもうすぐベッドみたいな感じで、うん、もうあんまりベッド展開しなくてもそうですよね、いいのかなってところで、そうだからダイネットがそのままでいいっていうのが、まあ言うたら片付けを次の日でもそうですね、持ち込むね、持ち越せるというか、そうです、そうです、そう、そこベッドに捨てなあかんかったら絶対片付けんとダメですからね、そうなんですねで、まああとやっぱり一回もうセットしたらもう前だけ切り離してお風呂行くとか食事行くとかって結構楽に、そうですね、 それはトレーラーのいいとこですよね、そうなんですよ、はい、もうマルパパとかのボーダーもなんかじゃあ一回据え付けて、はい、食事行こうかって言ったら大騒ぎになっちゃうじゃないですか、そうなんですよ、だからもうそのことを考えて行動してるから、もう先にこう用意しとくから、ね、なんか考えますもんね、うちもそういうのあんまり考えないで済むように、うん、あ、それはいい、まあ、そこが本当に最大の利点なんで、うん、なんかすごいそこはもう本当に一回据え付けちゃったらそこから観光も行けるし、うん、そうですよね、そこがいいなと思ってトレーラーを
選んだ一つの理由ですね。トレーラーもだから、はい、まあ、そういった意味では本当に観光地でも道狭いところとかねあって、ね、キャンピングカーやったらちょっとねやっぱり行きにくいなとか、そうですね、まあ、正直これ行ったらちょっと貧粛やろなっていうところがあったりとかするんですけど、そういうとこもありますよ ね中には。うん、それがもう頭だけ行けるというかね、トレーラーやったらもう乗用車の部分だけビュッて行けるんで、そうです ね、もう大きな顔してねどこでも行きますよ、行けます、行けます、それがいいとこですよ、ね、そうです、そうです、うん、もうやっぱりね、あと駐車場問題とか結構あるじゃないですか、うん、はい、だからそういうところでまあやっぱりトレーラーのいいところそういうところかなっていうところで、すごい自分はこういう形でいいですよねこれ長さって520っていうからやっぱり 5m20 ぐらいあるんですか？ 5m20 か30ぐらいだったと思う。 あるんですね、はい、なんで結構広いですね。広いですよね。だからなんかキャブコンで言うと大体 5m 未満か 5m20 ぐらいっていうところで言っても、結局 5m20 って言っても運転席とかも入れてなの で、もうちょっと狭い感じですもんね。そうですね、うん、でまあ運転席助手席あとないんで、はい、その分もちょっとこう全長としては広く使えるなっていう、そうですね、なんかゆったりしてる感じですね。そうですね、うん、だからある意味そのボーダーバンクスも結局 6m30 ですけど、頭とか全部入れてそうですよね、はい、になってくるし、ね、あれバスやから運転席とかがすごく広いので、まあ、ゆったり運転できるんやけど、その分居住スペースがね狭くなっちゃうんで、まあ、実際だからなんか使用感でいうとこちらの方が広く感じますね。そうですね、もう、はい、幅も結構あるんで、うん、まあ、190センチの男じゃないんですけど、はい、じゃないんですけど結構もうこう寝るのも、はい、ゆったりすごいゆったり足伸ばしても全然つかないんで、はい、そういう感じで乗れるっていうか寝れるんで、はい、ほんと広くていいなっていう感じですね。そうですね、まあ、あとちょっと収納がね、はい、少ないので、うん、もうこういった形で工夫して、ね、工夫してここを、はい、置けるものを、まあ、あとちょっと突っ張り棚みたいなのをやるといいかなっていう、ちょっといいこれからなんですけど、はいはい、ちょっと考えているところで、はい、K ワークさんの方はちょっとこの間もキャンピングカーショー行って、はい、棚とかなんかこう作れないのっていう、うん、なんか結構収納がないっていうことをちょっとこの間、はい、言ってきました。なるほど、はい、そうですね、まあ、キャンピングカーの場合はこうなんていうかな、蓋付きというか、まあ、収納があるんですけど、結局中はこうやって入れて、ね、なんていうかな、分別というかこうね、そうですね、入れたりしてるんで、まあ、それが見えてるか見えてへんかっていうだけの話で、そうですね、うん、でまあけどコンセプトはやっぱり広く使いたいっていうのがあって、はい、多分それもあってつけてないようなことは言ってたので、うん、そうですね、もうそこにこうなんかね、うん、キャンピングカーみたいな感じでこうね、扉付きにしてしまうと、まあ、圧迫感をやっぱり感じますからね。そうですね、やっぱりこうここでここに棚あるとこう立った時に頭ぶつけますよね。だからまあそれもあるから一長一短ですね、そこら辺は。そうですよね、はい、うん、結構僕も頭ぶつけますからボーダーになってからマシですけど、たまにクレソンとか乗ったら 2,3 回頭ぶつけてます。アルパパでかいですからね、縦にも横にももう本当けどね、やっぱりもう170とか超えてくるとやっぱりちょっとね上が狭いっていうと、そうですね、うん、狭く感じちゃうんで、はい、まあ、そこら辺はやっぱりまあ、そういうのもあって棚つけてないのかなっていうのは、うん、まあ、しょうがないとこではあるんですけど、うん、まあ、なんせちょっと収納がなかったりとかして、はい、まあ、こういうふうにちょっと今工夫して使ってます、うん、まあ、けど本当に後ろに1個作ってもらったんで、はい、まあ、ところにやっぱベッドっていうのはすごいいいなって思いました。うん、いいですよね、はい、2人でも本当にゆったりね。いや本当に、はい、下手したら家より広いかもしれない本当ですね、はい、本当ここなんか2人なんですけど1人でかみさんが使ってるんで、まあ、もうシングルベッドぐらいの余裕で寝れる感じで、はい、まあ奥もシングルよりちょっと狭、うん、幅が狭いんですけど、うん、
本当全然寝れます。トラックの寝台よりちょっと気持ち広いかなぐらいなんで。あ、そうですね、1メーターぐらいはありそうですもんね。こっちでシングルなんで1メーターぐらいですかね、うん、向こうで70センチぐらい。70センチぐらいですか。はい、うん、なるほど、はい、まあそれぐらいだと十分ね、寝れますからね。そうですね、はい、あとこっちの下とかも一応、はい、収納。ああ、そうですね、収納があるんですね。はい、うん、もう、まあ、あんまり置くものないと思うんで。まあ確かにね、入れても忘れそうですもんね、はい、そうですねまあ一応ここら辺にバッテリーをちょっと積もうかどうしようか、うん、増設の、そうですね、うん、であとベッドの下もちょっと空いてるんで、はいはい、まあここら辺かこっちかちょっと今まだ業者さんと話してるんですけど、バッテリーをあれしようかなって思ってる、はい、なるほど。あとこっちが電気関係ですね。あ、今入ってる。あ、はい、なるほど、インバーターと、あとこれがバッテリーなんですけど、なんか、うん、あ、カバー入ってて、なんかちょっと分かんないですね、かっこいいというか、かっこいい、なんかバッテリーが、バッテリーしてないからいい、そんな感じですね。インバーターも2000入ってるからいいですよ。いや、そうなんですよ、大体1500ですもんね。そうですね、うん、やっぱりあの、なんか使ってるともう、ね、そう、2000いきますからね、1500なんかすぐ超えますからね。そうです、うん、なんで結構まあちゃんとしっかりしてて、なるほど、いいですね。なんか前のタイプはもうちょっとなんかワット数少なかったみたいなんですけど、うん、はい、やっぱり2000ないとっていう、うん、やっぱりちゃんと電気をあの最初から注目して作ってたというか、うん、まあそれぐらいないと外部電源使うとなってもなかなか、そうなんですよ ね、1500やったらちょっと頼んないですからね。そうなんですよ、うん、そんな感じもあって、はい、まあ結構電気関係はもう容量さえあればかなり、はい、あの不自由しないかなって感じですね。うん、はい、確かに。あとここはちょっとした棚が、はい、まあ大したもん持ってないんですけど、これもなんか最初からついてるんですか。あ、これも最初からついてました。そうなんですね、はい、そうなんです。なるほど、まあでもこういうちょっとしたねスペースがあったらこうやって小物が置けるので。そうですね、すごい重宝はしますよね。そうですね、うん、もうちょっとあと自分たちでなんかいろいろ手加えたいなって思ってます、はい、あ、そうですね、まあ、そこはもうどんどんね使いながらオリジナリティを出しながらっていう感じですよね。もう結構12月の本当末ぐらいに撮りに行ったんですけど、うん、はい、ちょっと丸パパとね会おうかって言ってたんですけど、ね、会えなかったんですけど、はい、予定が合わなかったんで、はい、けど本当にもう来てそんなまだ何ヶ月も経ってないところなんで、うん、そうですね、まだピカピカですもんそうなんです、もうちょっとこれからいじるのも楽しいなっていう感じですね。はい、はい、はい、車両のご紹介の方ありがとうございました。あ、あとちょっとやらしい話なんですけど、はいまあ、お友達っていうことで、はい、大体これ価格ってどれぐらいね、オプションとかいっぱいつけられたと思うんですけど、どんな感じで。オプションをつけて大体670万ぐらいいっちゃいましたね。あ、670万ぐらいなんですね。まあオプション結構つけちゃったん で、 そうですよ、ね、オプションをつけなければ多分 もっと安かったと思います、はい、ああ、なるほど。本体価格でいうと、これラウンジってやつなんですけど、はい、トレイルワークスのラウンジってやつなんですけど、はい、ラウンジが一番高いやつで、あ、なるほど。で、まあ、こういうのが標準電化製品とかもついて、はい、テレビはちょっとついてないんですけど、うんうん、そういうのがついて600万ぐらい、600万ぐらいからになってます。から、はい、この間もキャンピングカーショー行ったんですけど、まあ、あんまり値上がってなかったですね。あ、そうなんですね。で、オプションがちょっと値段が上がってる感じですか。なるほど、はい、今キャンピングカー、なんかキャンピングカーショー行くたんびに値段がどんどん上がって、ね、めちゃくちゃ上がってますよね。行ってますし、もうキャンピングカー普通のキャブコン買おうと思ったら安いやつでももう1000万超えてしまうっていうことなんで、そう思うとね、そうですね、全然こうなんか安くはないですけど、そうですね、それよりはリーズナブルにいいものが買えるっていうね感じなので、まあ、ちょっとねやっぱりキャンピングカーは厳しいなっていうことであれば、まあ、こういうトレーラーっていうのも
もね一つの選択肢やと思いますし、トレーラーはトレーラーのやっぱり良さがあるので、そうですね、まあ、そういったね観光地とか行った時にね気軽にこうね、うん、乗用車だけ切り離してこう行けるっていうところとかねあると思うんで、はい、ぜひご検討いただけたらと思います。そうですね、はい、まあ本当にあのキャブコンとかも今高いですよね。高いですよ下手したら1300から500ぐらいね。そうですよね、はい、したりしますから、ね、うちはもう到底買えないんで十分買えますよ。仕事のもんはお金だけど、なかなかねあの遊びの方とかには使えない、はい、まあただ、はい、これ持ってるだけでも、まあ、キャンピングカーもそうですけど、うん、災害あった時がね、そうですね、そういう時にも使えるんで、そうですね、まあ、災害あってワンちゃんがいた時とかね、うん、すごくね、いいですよね、そうですね、なかなか避難所とかもね、やっぱ行けないっていうのもあるんで、そうですよね、あの、バンコンですら結構最近、1000万近いですもんね、あ、そうですね、1000万超えるものも普通にあったりしますからね。うちはちょっとさすがに買えないなって言って、安くて広くてっていう考えたらちょっとトレーラーしかないし、まああとトレーラーってあれですよね、はい、あのまあ、このタイプは牽引いるんですけど、はい、あの牽引免許をたまたま仕事で、まあ、必要だったんで、はい、ちょっと取ったんですけど、はい、まああのこれよりあの中がないタイプとか、はい、ガレージとかなんか K ワークさんこの辺のキャンピングカーショーめちゃくちゃなんかブースいっぱいになんか、はい、人だかりができて、そうそう、はい、新しいなんか小さいやつとかも出ててこれより小さいミニっていうのが出てたんですけど、はい、まあ、それは免許いらなかった。ああ、軽免許いらないとよりねハードルが下がるというか、そうですね、まあ小さくなった分やっぱもうちょっとリーズナブルになってたんで、なるほど、そう、買いやすくもなるし買いやすいしみたいな、はい、で、そうです。で、まああとクオリティも下がってないんで、家具もそのままちょっと小さくしたような感じだったんで、なるほど、さすがいいですね、いいなと思って。で、まあこういうのなんかね引っ張ってるとすごいなんかこう、はい、温かい目で見てもらうとかもうすごいなんか何あれみたいな感じで、そうです、目引きますね。いや本当そうですね、いや本当にねかっこいいですからね。いや本当にありがたいことで、もう本当もうこんなのねかっこよく引っ張ってたらなんかいいなと思って、はいはいはい、まあ丸パパのボタニアちょっと家って言えないですね僕が作ってるわけじゃないもうまあけどなんかねそういうところでも、まあ、ボーダーと並んで走ってても絵になるなと思ったんで、はい、そうですね、ちょっとこれを選びました。はい、はい、まあ、またねあのこちらの方の車両が気になるなっていう方は、うん、ぜひね K ワークさんの方にお問い合わせしていただけたらと思いますし、まあ、キャンピングカーショーとかでもね必ずほぼもう K ワークさん出展されてると思うので、まあ、そちらの方に行かれた方がまあ気軽にねあの見ていただけるかなとは思いますし、まああのねまるんぽチャンネルであの大津さんっていう方がこうね購入されて紹介されてたんでっていうのを言ったら多分伝わりやすいかもしれないですね。はい、っていう感じです。はい、今回もありがとうございました。とんでもないです。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。